9月22日、新しい太平洋の貴婦人として竣工した海王丸の竣工披露が皇太子殿下を迎えして晴海ふ頭で行われました。従来の航海訓練船は全て国が建造所有し、船員育成のために使用されてきましたが、今回竣工した海王丸は全く新しい発想のもとに、財団法人練習船教育講演館が新しい事業として練習帆船海王丸を所有し、船員育成のために運輸省航海訓練所に貸与します。また自らも海王丸を一般国民、特に青少年を対象に体験航海や海洋教室として開放し、海難防止や海事知識の普及を図るとともに、帆船の運航技術の習得はもちろんのこと、自然との共存を基本原理に、個人個人が秩序と規律に基づいた集団生活を送り、海洋レクリエーションの醍醐味を十分味わってもらいながら人間形成に役立たせようとすることを基本理念としています。